大雨です。結構夜も雨の音激しかったんですけど、今も降ってますね。雷の音。なんと今日は大雨で臨時休校になりました。でまだね、すっちゃんは寝てます。今日はもともとパパは出社の予定だったんですけど、もう出社をやめてテレワークに変えてて、私も午前中に予定を入れてたんですけど、その予定も延期になりました。今日定期宅配が届く日なんですけど、午前中に予定があったので届くのを午後の指定にしてたんですよね。なので冷蔵庫に食材がないでね、冷凍弁当も明日かな届くのが。こんな大雨だと買い物にも行けないし、お昼ご飯をどうしようかなと。ちなみにね、うちはポータブル電源を持ってるので、まあ、万が一停電が来てもこれで大丈夫かなと、一応防災への備えはしております。起きたらお知らせがあるよ。何の？起きたら教えてあげる。何の？起きたら教えてあげる。何の？向こうで。じゃあいいや。なんで？お知らせ。一応起きたらお知らせあるよ。興味ない。興味あるよ。教えてあげようか？うん。大雨で学校休みです。興味あった？うん。今日休みになった。あ、じゃあどういうこと？うん、もうこのまま寝ててもいいってこと。よし。マジベッドの上でお休み？うん。いや、起きて起きて起きて。明日以降が困るから起きて起きて。起きてきた。なんかラーメンの匂いする。聞く。朝食べた。いつ連絡来たん？6時台だったかな。あの7時前にはあの連絡が来てた。ていうか深夜になんか鳴ってたよ。あの警報が鳴りよったろ。ペンポ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 ン。うん。夏ってなるとさ、うん、こんくらいの奇跡は必ず思われる。だいたい1年2回ぐらいあるよね。しかしな、大雨だけじゃなくて、うん、台風もあるんやね。そうやな。なんかめちゃくちゃニコニコしてないか。いや、とりあえず夏はね、うん、夏休みと大雨と台風でね、結構、うん、休みが多い季節なんよ。そうなんよ。それじゃあね、せっかくなので購入品紹介というか届いたもの紹介します。よく頼んでるのがこのちゃんとオイシックスっていうコースで、でこれはですね、5日分の食材とあとレシピがもうついてくるんですよ。なので、まあ、私が選んでるっていうわけではなくて、オイシックスさんがあのチョイスしてくれてます。あ、ちょっと場所こんくらいかな。で、まず、ニシン、スタミナニラ、フリルレタス。ちなみに定期宅配はあのオイシックスさんとラデシュ坊やさんと利用させてもらってます。今回はオイシックスの紹介です。でこれがゆだね仕込み食パン、もっちり頬張り餃子、インゲン、コクうまみ卵、スケトウダラの切り身、春雨、ルーロンハンスパイス、サラダほうれん草。でこれもね、あのサラダに入れて生で食べれます。めちゃくちゃ葉っぱが柔らかくて美味しくて大好きです。白百合、鶏胸切り身と豚ロースの塩麹漬け、えのきだけ、牛乳、もっこすにんじん、パプリカ、めちゃくちゃでかい、まいたけ、長芋、ズッキーニ、玉ねぎ、牛丼の具、ラディッシュ、まあ、これらを使ってこんな感じのご飯が作れます。今日はアニメ作りのようです。
アレクサ、タイマー11分。キッチンを映えさせたくてオイルボトルを買ったんですけど、全く活用できてない。温泉卵が崩壊してしまいましたが、お昼ご飯です。こんな感じ。なんこれ、ルーローハン。ルーローハン聞いたことあるね。うん、今日さ、通級やったやん、本来ならさ、だけど、通級が来週に延期っていうか、もともと今日が1学期最後の通級の日やったよね。で、それが来週に伸びるって。今日朝そっかったもんな。どうしても全部固まり。うるさめ。てか、ほとんどこれ忘れちゃう。聞こえたけど。うん。スマホが鳴ったよ。ピンポンパンポンって。鳴ったよ、なんか。あれ、なんだった大雨。大雨警報。あ、パパのさ、メガネの話してて。コンタクトレンズ1ヶ月間つけれないのかな。ちょっとね、目がね、かゆくてね、目をこすってたら、眼球に少し傷が入ったみたいで、それが回復するまでね、眼鏡です。だから眼鏡だと、ご飯食べて、ちょっと距離感、口に持っていく距離感が微妙に違うんだよね、コンタクトに。ちょっと大変だよ。慣れるまで大変だね。焦がしてない。セーフ、まだセーフ。セーフ、今日はね、あちお授業が1時半からなんですけど、その前に美容院に行きます。なんか今日はえらい早起きやね。寝れた？結構雨なんかすごくなかった？寝れた。なんか今日もね、雨ひどいらしいんよ、うん、だけね、土砂降りの中美容院で、まあ、でも昨日よりはマシやけどね、雨は。裏めっちゃ焦げとるで。連絡来てました。昨日の時点ではね、今日は登校予定だったんですけど、なんと小学校、今日も臨時休校です。逆にあちおは N 中だから授業あるけどね。うわ、これはさっきよりも雨がひどくなってる。確かにこれは危ない。美容院行けないかもな。七王、なんとね、なんだと思う？今日ね、臨時休校。なんとね、2日連続で臨時休校です、うん、昨日の夜の時点ではね、今日は登校ですよって来とったんよ。でもね、朝になってめちゃくちゃ雨激しくて、それで臨時休校になったみたい。なんか天気予報でなんか、うん、昨日17分後に雨はやむでしょって、うん、あ、じゃあやむかとか思ってたら、うん、やんでないやん全然。そうそうそう、夜っていうか夕方は全然大丈夫だったんだよね。でもまた朝方から降り始めたみたい。
今ニヤニヤしてるね。ニヤニヤが隠せてないですけど。いや絶対ニヤニヤしてないよ。ただ夕方に向かって天気は回復していくっぽいな。めちゃくちゃ晴れてきました。美容院はね問題なく行けそうです。それではね今から美容院に行きます。なんとまた雨が降り出してる。めちゃくちゃ激しいわけじゃないけどそこそこ激しい。ちょうどわあびちょびちょに一瞬ね。いや大丈夫ですよ。雨だと湿気をだいぶ吸ってもうモファってなってますね。ですね。広がりが。ね、えちゃんは休校とかにはなってないか。もうみんな臨時休校です。でもお店も昨日全部この辺浸水して行けなかったです。この辺全部ですか。いやなんか多分配管なのか、店の中が。ここも全部水浸し で、 ここ、で私はちょっと遠いから来れなかったんですけど、うん、スタッフが頑張って片付けてもう床にあるのは全部びちょびちょになるぐらい、本当ですか。なんかもう昨日の方も全員電話して、うん、すいませんってちょっとお断りして。あ、私が高校生ぐらいの時にもすごい大雨が降って本当に水没した時があって、でうちの妹が泳いで帰ってきたんですよ。本当ですよこれ。本当にあのもう忘れもしない、ね、水没しとるよって聞いて大丈夫かなってお父さんと見に行ったら向こうから制服姿の妹がこうもう腰ぐらいまで水に浸かって泳いで帰ってくるっていう。それを見たことがあります。あの時、ね、帰ってきたってことは学校が合ってたってことだから。いやそうですよね。ねえなんか結構遠い学校だったんですか。結構遠い学校だったんですよ。そっちはそんななかったんですね。あ、帰ってったのかな。で朝は行けたってことですもんね。朝電車には乗れたんだろうから。で、ね、あでも電車に乗って帰ってきたってことですよね。そうですね。笑っちゃいけないけど笑っちゃいそうですね、うん、必死だからね。そう妹さんはいやでも妹もめっちゃ笑ってたんですけど。こりゃすごいとか言って。人間がサプライズの方が嬉しいっていうのはちゃんとした科学的な理由があったような気がする。ドーパミンが実際の報酬、実際嬉しいことよりも予測した出来事よりどれくらい嬉しいかで出る量が決まるから、予想通りの嬉しいことよりも予想外の嬉しいことの方が誤差が大きい分嬉しく感じやすい。それで、すっちゃんは昨日の夜、明日は学校ありますって連絡を言って、なんだって思ってたところで、朝臨時休校になってから、やっほー。普通にもうね、休みって分かってた時よりも嬉しかったでしょうね。行かなくちゃいけないっていうのから、まあ、だから人間がギャンブルにハマるのはこの辺の理由もあるらしいんだけど。恐ろしい恐ろしい。普段当たらない、普段当たらないから嬉しいっていう。そういうことか。そういう仕組み。人間ってコツコツ積み重ねるからできないんですよ。一発当てたいとか思うもんね。美味しいものを食べたいと綺麗な景色が見たいとか合わさってきた北海道だわ。しかもちょっと涼しそう。どうかな、きっとちょっと涼しいですよ ね、 こっちからのイメージだと涼しそうですけどね。行ってみないと。北海道の人が言うにはそんなに涼しくないって。え、あ、そうなんだ。でも北海道相当寒さに来てる。いや、そうだね、ベースが寒いやけんね。そうよね、うちらと感じ方が違うかもしれんね。CWC だと節約箇所が増えていろいろと面倒くさかったりするので、CWC も入れつつ連続音を基本レンズ版でつなげられたらそれが最強かなって。うわ、やばい。今綺麗になったのに。綺麗に。もったいない。ね、もうめっちゃツヤツヤ。
すごいね。なんでこんなに変わるんだろう。同じ手とは思えない。同じ手じゃないよ。いや、同じ種族の手。同じ種族だ。いい感じになりました。はい、それでは皆さんさよなら。晴れました。あ、違う。今気づいたんだけどさ。もしかして裏表で美容院行った？やっちまった。